モーツァルト・クーゲルは、オーストリア・ザルツブルクの菓子職人、パウル・フィルストが1890年に創作した、チョコレート菓子である。菓子の名前は、ザルツブルク出身の作曲家、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトにちなんでいる。菓子職人のパウル・フィルストは1884年に、ザルツブルクにやってきて、ブロードガッセ13番地に店を開いた。 彼は1890年にモーツァルトボンボンを生み出し、後にモーツァルトクーゲルンとして大量に生産、販売を行った。フィルストの目標は平たい場所のない完璧に休憩をしたチョコレートを生産することであった。フィルストが使用していた生産工程はこの日から変わっていない。パウル・フィルストは1905年にパリの菓子フェアにモーツァルトクーゲルを出品し、 金メダルを受賞した。現代において、カシホフ,フィルストは、オリジナルのザルツブルクモーツァルト・クーゲルを自身が、ザルツブルクに展開する4つの店舗及び、直販において独占的に販売しており、他の店舗では購入することができない。カシホフ,フィルストでは単品もしくは数種類が一緒に、入ったセットの状態で購入が可能である。カシホフ,フィルストは未だにオリジナルレシピに基づく手作業で、 オリジナルのザルツブルクモーツァルト・クーゲルの生産を続けており、商品はフィルストの各店舗もしくはフィルストの公式ウェブサイト上の通販でのみ購入が可能である。カシホフィルストはモーツァルト・クーゲルに対する商標権を有していないため、おびただしい数の模倣品が存在し、それらのほとんどが工業的な手法を用いて生産されている。ミラベル社が生産する。 モーツァルト・クーゲルパッケージに入ったモーツァルト・クーゲルオリジナルのザルツブルクモーツァルト・クーゲルは未だにオリジナルレシピとオリジナルの技術を使用して手作業で生産されている。最初にヌガーの層で覆われた緑のピスタチオマルチパンを使用したボールを作る。次にこのボールを小さな木の棒の上に置いてダークチョコレートでコーティングを行う。 さらに、一番上にボールを置いた状態で木の棒を垂直に置き、コーティングしたチョコレートを冷まし固める。最後に、棒を取り除き、取り除いた部分にできている穴に、チョコレートでコーティングを行い、その後ボールを手作業で青と銀色の鈴ホイルに包む。フィルスト社によると、従業員はこの技術を用いて、毎年約140万個のモーツァルトクーゲルを手作業で生産している。 工場内の空調の効いた販売所では約8週間で商品が入れ替わる。専門誌のデアファインシャメッカーは2006年1月に行ったモーツァルト・クーゲルの比較コンテストにおいてオリジナルのザルツブルク・モーツァルト・クーゲルを第1位に置いた。オリジナルのザルツブルク・モーツァルト・クーゲルは手作りであり、ほんのり苦いピスタチオのマルチパンの中にヌガーの味わいが効いていると評した。 オリジナルのザルツブルクモーツァルト・クーゲルは2005年9月にベルスで開催された歌詞フェアを込んだ内の第2回国際トリュフコンテストにおいて金メダルを獲得した。モーツァルト・クーゲルを模倣した歌詞が後を絶たないことから最終的にはパウル・フィルストの子孫が法廷に問題を持ち込むまでに至った。だが問題となったのはあくまで商標権でありモーツァルト・クーゲルのレシピ自体ではなかった。 当初はザルツブルクの可視生産者との係争にとどまっていたが、後にドイツ中の企業と係争を抱えることとなった。結果としてフィルスとの競合に対し、他の名前の使用を義務づけることで合意した。例えばザルツブルク近郊のグロディグに拠点を置く、ミラベル社は、真のザルツブルクモーツァルトクーゲルン、ミュンヘンのレーバー社は、 真のレバーモーツァルト・クーゲルンという名称を使用することになった。一方、1996年にオリジナルのオーストリアモーツァルト・クーゲルンという名称を使用しようとしたスイスの食品企業、ネスレの子会社とフィルストの間で3例目の係争が起きたが、フィルストの製品のみがオリジナルのザルツブルク、モーツァルト・クーゲルンという名称を使用できるということで決着した。 1970年代末、モーツァルト・クーゲルを生産するミラベル社とレイバー社の間で商標権に関する係争が持ち上がった。1981年、オーストリアとドイツの両政府代表者の間で暫定的な協定が結ばれ、オーストリアの業者のみがモーツァルト・クーゲルの名称を用いることができることで合意した。レイバー社はこの合意に抗議し訴えを受けた。 ブリュッセルの EG のコミッショナーは最終的に合意は無効であると宣言した。これにより、レーバー社は商品名の間にハイフンを入れることにはなったものの、合法的に真のレーバーモーツァルト・クーゲルンの商標を引き続き使用できることとなった。ただし、もともとフィルストが目指した完全な休憩のモーツァルト・クーゲルを工業的な手法で生産することはミラベル社のみに許され、 メーカーのものは一方向は平たい形をしていなければならないことになっている。ボルフガング湖のほとりにある都市、ザンクト・ギルゲンに拠点を置く菓子製造企業のダルマンは、モーツァルト・クーゲルをフィルストのオリジナルレシピに沿って手作業で製造している。カシホフィルストにより生産されたモーツァルト・クーゲルと同じく、ダルマンは青のプリントの入った銀の包み紙で製品を包んでいる。 1948年にザルツブルクで創業した菓子製造企業のイングリアーリンガーも、また、オリジナルレシピを使用して手作業でモーツァルト・クーゲルを生産している。生産されたモーツァルト・クーゲルは箱詰めにして販売されており、ザルツブルク大学広場にあるイングリアーリンガー市場の屋台が利用されている。手作りのモーツァルト・クーゲルでは、先に中空のモーツァルト・クーゲルを作り、 その中に詰め物をするような工業的な大量生産を行っていない。イングリアー・リンガーのモーツァルト・クーゲルはピスタチオマルチパンをウソールにした後ヌガーで覆い、最後に手作業でチョコレートコーティングして完成する。モーツァルトの成果からほど近いゲトライデ合セに生産拠点を置く菓子製造企業ペトリクは伝統的な手法を用いてモーツァルト・クーゲルを生産している。 ペトリクは2006年にウィーアレ・モーツァルトウェブサイト上で行われたモーツァルト・クーゲルコンテストにおいて1位を獲得した。パリでモーツァルト・クーゲルが発表されるとザルツブルクの他の菓子職人たちはたちまちその人気に目をつけてモーツァルト・クーゲルの模倣品を作り始めた。フィルストはモーツァルト・クーゲルという名前に対する権利を確保していなかったため新興産業でもあった。 菓子産業ではすぐにこの人気商品の生産が始まった。工業生産のモーツァルト・クーゲルはオリジナルレシピに基づくことなく様々な手法で製造されているがオリジナルよりも小さく一方向が平たい形をしているものが多い。ミラベル社のモーツァルト・クーゲルは中心にある関係をした緑色のマルチパンの周りをヌガークリームでコーティングしてある。 ドイツの企業レーバー社のモーツァルト・クーゲルは、ヌガーで作られた、中心部に一方から白のマルチパン、もう一方から緑のマルチパンを被せている。さらに、レーバー社のモーツァルト・クーゲルは、一方が平たく、完全な休憩ではない。別のドイツ企業ランベルツのものも一方向が平たく、中心部のヘーゼルナッツとヌガーの周りをピスタチオとアーモンドのマルチパンで覆い、さらに、 ダークチョコレートによるコーティングを施している。ミラベル社とレーバー社は、製品に、防腐剤や着色料、香料を一切使用していないことを強調している。モーツァルト・クーゲルの工業生産でリードしている、レーバー社とミラベル社は、いずれも、ドイツとオーストリアの国境付近のザルツブルク、ベルヒテス・ガーデナー・ラントングントラウンシュタイン地域に拠点を置いている。 オーストリアオーストリア国内で最もモーツァルト・クーゲルの生産量が多い企業はミラベル社でありザルツブルク近郊のグロディグに拠点を置いているミラベル社によれば1年間に9000万個以上のモーツァルト・クーゲルを製造し30カ国以上に製品を輸出しているミラベルは1945年以降15億個のモーツァルト・クーゲルを製造してきたと主張しているその他 ミルクチョコレートやダークチョコレートなどを生産しているウィーンの企業、ホーフバウアーやウィーン、ボルカースドルフ、ペルグ軍に工場を持つマナー社などがある。ドイツレーバー社のモーツァルト・クーゲルモーツァルト・クーゲルの生産量世界一はドイツのレーバー社で1938年にバートライヘンハルで創業した。レーバーによれば1日あたりのモーツァルト・クーゲルの 最大生産量は50万個であり、40カ国にモーツァルト・クーゲルを輸出している。他には同じく、バート・ライヘンハルに拠点を持つコンフィズリー・ドレアがあり、同社は1931年からモーツァルト・クーゲルを製造している、ドイツ国内最古のモーツァルト・クーゲルメーカーであると主張している。2000年、ドレアは、ハレにあるハローレン・ショコラーデン・ファブリーク社に買収された。 アーヘンに拠点を置く、ランベルツ社もまた、モーツァルト・クーゲルを製造しており、アルギのようなディスカウントストア向けの製品を販売している。カシホフュルストは、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトにちなむ有名な、オリジナルのザルツブルク・モーツァルト・クーゲルンの他に、著名人の名を付けたチョコレートを何種類か展開しており、バッチワーファル、ウルフ・ディートリヒブロック、ドップラー・カンフェクト、パリ・ロード・ローン・トリュフなどがある。 2006年の冬から春にかけてアーティストがデザインした直径1.6メートルのポリエステル製モーツァルト・クーゲルンのモニュメントがザルツブルク旧市街に80個以上も設置された。しかし3月27日の夜心ない何者かがフランツィスカナー合戦にあったモニュメント一機を地面のボルト止めから外した上通り沿いに転がして損壊させる事件が起きた。被害額は 約7000ユーロ相当であった。モーザティカガルン、エクトオーダーオリジナル、モーザティカゲル、プロリーネンクリングムズオリジナル、ハットヌアーダイクーグルロルトハットモーザティカガルティスト。 ハット http コロンスラッシュスラッシュ www.mozartkugel.at スラッシュ mozartkugel スラッシュページサイティットイコールモーザティカゲル brd ローケールイコールアテン1ンページクレフイコール248コンフィンスリードレアハットダーシュタンダードアットありがとうございます